マリエル・フランコは、ブラジルの政治家で、フェミニスト、人権活動家である。公共政策修士号を取得すると、社会主義自由党から立候補し、2017年1月に、リオデジャネイロ市議会議員に当選。2018年3月14日、在職中に死去。2018年3月14日、ブラジル北部のリオデジャネイロ市内で会議を終えて、 車に乗り込んだフランコと運転手は数発ずつ撃たれ殺害された。犯人は別の車に乗った2名とされる。フランコは警察の残虐行為や情報機的殺害に反対し、また2018年のリオデジャネイロの改厳令発令に結びついたミシェル・テメル大統領の政府介入を公に批判している。生まれ故郷のリオデジャネイロ北部のマレファベラで、フランコは 人生の大部分をここで過ごしている。11歳になった1990年頃からアルバイトをして家計の足しにしていた。19歳で第1子を出産、子供は一人。シングルマザーとして幼稚園保育士の職に就き、最低賃金で働きながら娘を育てている。大学院の文学研究科を目指して2000年から進学準備を始める。同年、流れ玉にあたり、 友人が路上で死亡する事件があり、フランコが人権活動に関わるきっかけとなる。2002年にリオデジャネイロカトリック大学に小学生として入学、社会学士号を取得して卒業後、引き続き一人親家庭で娘を育てながら働いた。後に、国立フルミネンセ連邦大学に進み、公共政策修士号を取得、修士論文はファベーラを題材に、 ギャングの支配からフェベーラを取り戻そうとするリオデジャネイロの計画を論じたフランコは2007年以来衆議会議員マルセロ・フレーソの政治顧問を務め衆議会の人権国籍保護委員会の設立を取りまとめたまた社会活動の市民団体の職員としてブラジル協会マレレン体研究活動センターで仕事をした2016年フランコは リオデジャネイロ市議会の議員選挙に立候補すると、黒人女性のシングルマザーで、ファベーラ出身という自身のプロフィールを訴え、貧困層の黒人女性とファベーラの住民の代表であり守り手として選挙運動を行う。46,500票以上を獲得、1,500人超の候補者中、第5位で当選すると51議席の一つを得た。市議会議員として DV 生徒生殖の権利、ファベーラの住民の権利要望を求めている。女性防衛委員会の委員長職のほか、リオデジャネイロ市政への連邦政府の介入を監視する4人、委員会の一員として活動。2017年8月には、リオデジャネイロレズビアンフロントと共同で、リオデジャネイロ市議会に要望書を提出、レズビアンへの認識を高める記念日制定を提案したが議決で、 賛成19、反対17で帰却された。追悼デモが開かれた、ビトリア。マリエル・フランコとアンデルソン・ペドロ・ゴメスの暗殺に抗議する参加者。2018年3月13日、フランコはツイッターのアカウントでリオデジャネイロ警察による暴力に抗議した。また警察による青年の殺人が発生。マテウス・メロは教会から出た途端に殺された。 この戦争が終わるまでにあと、何人が死ななければいけないのだろうか翌日、フランコは、権力構造を動かす若い黒人女性たちの、円卓会議に出席。およそ2時間後に会議場を出て、車に乗り込んだところで、フランコと運転手のアンデルソン・ペドロ・ゴメスは別の、車に乗った男性2名に撃たれ、致命傷を負った。弾丸は、 合計9発でうち4発がフランコに頭部に3発、警部に1発命中している。後部座席でフランコの隣に座った報道担当者は怪我を負った者の命に別状はなかった。事件発生の一報を受けて直後に現場に到着したリオデジャネイロ市議会のマルセロ・フレジオ議員は明らかにフランコを標的にした襲撃だと述べた。リオデジャネイロ警察によると 9発の弾丸の発射角度は暗殺の仮説を裏付けるという。また弾丸は2006年にブラジリアの連邦警察が一括購入したものの一部と発表された。ラウル・ユングマン公安大臣はパライバ州の郵便局の保管施設から盗まれたと述べたが同郵便局が公式に否定した後に発言を撤回している。ブラジル全国で数千人が街頭デモに参加し、 アムネスティ・インターナショナル及びヒューマン・ライツ・ウォッチは、フランコの死に対して非難する声明を発表した。フランコのツイッターの最後の投稿の一つは、警察の暴力に注意を喚起したことだ。また警察による青年の殺人が発生。マテウス・メロは、教会から出た途端に殺された。この戦争が終わるまでにあと、何人が死ななければいけないのだろうかと書いている。 友人でもあったジャーナリストのグレン・グリーンウォルドは、フランコの暗殺に関する最も重要なポイントと呼ぶものを列挙した。最も無法な警察大隊に常に立ち向かい、軍事介入に反対する勇敢な行動主義を貫いたフランコ、そして黒人の同性愛者女性として、ブラジルの権力構造に加担しようとせず、覆そうとした人物の伸びしろこそ最も脅威となるのです。 フランコはゲイでありバイセクシュアルであることを公表してきた。2017年より、リオデジャネイロ近隣の地中家に、パートナーのモニカ・テレザ・ベニシオと18歳の娘、ルジャラ・サントスと暮らす。18歳の時友人との旅行中に24歳のベニシオと出会い、家族や友人の反対により何度か中断しつつ、交際を13年続ける。互いに、 別のパートナーと付き合った期間があった。2019年に結婚を予定していたという、ありがとうございます。